池上彰と増田ユリやの YouTube 学園ポプラ新書から新しい本が出ました歴史で読み解く世界情勢の基本基本がひらがなですよわかりやすそう <laughs> そうですよね今本当に国際情勢って複雑回帰ですよね、うん、でもそれを歴史から読み解くとわかりやすくなるんじゃないかと思って書いたんですねどんな内容なんですか、はい、例えば最近インドが 世界的に存在感をどんどんん強めてますよね、うん、では一体インドってどんな国なのとか、うん、ロシアはなんでウクライナに軍事侵攻したのとかなんでアメリカはあんなに偉そうなのとかいうことをそれぞれこう歴史から読み解いていくということなんですよね。うん、でこれ実はこう書いてるところで増田さんにも見ていただいたんですけど、はい、その増田さんの感想がここの帯に出てますね <laughs>、はい、どの国も自分が一番だと思っている。 書いてみてあそういえばそうだと思ったんですよね。うん、本当にみんな自分の国こそが一番だと思ってますよね。うん、あの私ちょっとほ,ほろっと本当に言っただけなんですけど、うん、池上さんが打ち合わせで今ねちょっといろいろ説明してくださいましたが、アメリカがこうだとか国が主語になってるんですよねタイトルが聞きましたっけ。そう,そうですそうです。例えばアメリカはなんで自分の国が世界で一番なのか、インドはなぜ自分の国が一番なのか、フランスはってみんな我が国は 世界のトップだっていうところから書き出しているんですよね。うん、池上さんが、うん、この国はこうアメリカはこうっていうふうに言っていたので、うん、ああどの国もやっぱり自分が一番だと思ってるよねって私がちょっと言っただけだったんですよ。はい。ねはい、そしたらそれが帯になったということでして、うん、はい。読んでいただくとですね、あだから今世界でさまざまな紛争が起きてるんだっていうことがわかるんじゃないかと思います。うん、で読みどころはどこなんですか？あそれやっぱりなんでロシアがあんなにこう他国に侵略をするのかあ。 ロシアって実はすごく臆病なんだ。 ということが分かっておりですね、うん、臆病あ臆病なんですよ。うんうん、いつどこから攻められるかもしれないって心配になるからその前に攻めていくっていうことをやってるって本気でそのことを思ってるそうですねいろろな国に攻められるかもしれないと、うん、私たちから見るとロシアって強い国だったんじゃないのかなとかいろいろ思うところありますよねでもねあれだけ面積が広いと、うん、ものすごくご大国だと思うでしょでロシアからしてみると国境線が長,長いわけですよね。はいあ に長い国境線をどうやって守るんだだから例えばナポレオンが攻めてきたでしょドイツが攻めてきたでしょこれだけの長い国境線を守るのが大変だって臆病になりそこをなんとかその国境線の向こうに自分の言うことを聞く国を作りたいと思ってきたのに最近ウクライナが言うことを聞かない。 でこういうふうに読み解くと、まあ、許されないことだけどロシアの理屈は少し理解できるのかなって一番苦労したところはどこですか例えばフランスはなぜ、うん、あ,ああいう国なのかとかああいう国はどういうう国国はい、あそれは読んでいただくと分かるんですけど <laughs> ずるいな、はい、<laughs> やっぱりそれぞれはこう自分の国が一番だと思っている、うんまあ、主張をですね どうやってこう歴史的に裏付けていくのかというのが苦労してです、ね、それぞれの国を書くのにですね、うん、もう数週間かかるわけですよ。うん、でふっと思いついてあこれだと思うとあ1日で書いたい、うん、あ本全体を1日で書いたわけじゃないですよ書く書を、まあ、1日で書いたということで、うん、勢いいいに任せて書いたという感じですねはいじゃあ池上彰流の各国の理解の仕方がここに詰まっているということですね。その通りでございいますはいはい まあお買い求めいただけると嬉しいなと思います。はい、ぜひ読んで YouTube もちゃんと理解してくださいね。<laughs> はい。